はい。どうも、こんばんは。フレッドの恐竜チャンネルです。今回はですね、こちらの海外サイトから購入した恐竜のフィギュアセットを紹介していきたいと思います。はい。えー、恐竜フィギュアいろいろ紹介しているので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。はい。こちらはですね、えー、っと、中国のおもちゃですね。はい。えー、まあ大体こういう感じになってるんですけど、まあなんかね、日本のおもちゃと比べて、例えばティラノサウルスの場合ね、 えっと、こういう感じのおもちゃが多いんですけど、これか。例えば、ま、でダイソーとかセリアとかで売られている恐竜のおもちゃだと、こういう感じの色合いが多いんですよね。それに対してね、中国のおもちゃっていうのは大体明るめなんですよね。はい。で、なんか、色もね、2色とかで、なんか目の塗装とかもないのが多いんですよ。で、えっと、よくね、えっと、 アメリカはまた違うかなああいうインドネシアとかそういう感じの YouTuber さんとかが紹介しているのは大体こういう感じのおもちゃが多くてちょっと欲しかったんですよね。はい。の、ま、で、あね、まああのー、今回ね、こちらの恐竜フィギュアを紹介していこうと思います。はい。えー、まあそんな感じですね。はい。とりあえずね、パッケージから見ていきましょうか。シンプルでして、ここになんかこう、なんかこう、あのー、 タグというか紙のねあのー、あれがついてるだけのシンプルな構成ですね説明書とかも特にはないですはい多分これが恐竜って読むんでしょうね恐竜世界ということでこんな感じになってますはいでえー、っと金森って読むのかな人選って向こうでは読むか分かんないですけどこういう会社が作ってるみたいですねはいでまあパッケージはなんか前見たことあるやつですねこのティラノサウルスとかははい 裏側にはまあこういう感じでいろいろ書いてるんですがまあよくわかんないですねはいまあ恐竜がですね6体かな6体にちょっとこうあのー、ね木とか岩とかそういうのが入ってる感じですねはいじゃあまあ前置き長くなりましたけど開けていきましょうかよしとここをね と開きますねはいじゃあ、まあ、一体ずつ取り出していこうと思います。はい。まず、こちらですね。えー、トリケラトプスです。はい。こんな感じになってますね。なんかね、ちょっと顔が、なんかちょっとあまりかっこよくないですけど、こんな感じですね。はい。色合いがですね、えー、っと、黄色に。 オレンジっぽい色かなで塗られてる感じになります。目に塗装とかはないですね。はい。まあトリケラトプスもいろいろ見てきましたけど、ちょっと不格好かな。はい。足が結構細めで、えー、口元はねあ、小さめですね。はい。次です。えー、ステゴサウルスですかね。ステゴサウルスになりたかったんだろうけど、あのー、 尻尾のトゲがないっていうそういう仕様ですね <laughs> はいただあの板はね互い違いに並んでるので何で尻尾をオミットしたんだろうっていうのは謎ですけどはいこんな感じですねはい、えー、色がですね元のプラスチックが白ですね白に、えー、緑色になってますねはいで目に塗装とかはない感じですね 日本国内のおもちゃとかでは特に見たことない造形かな。はい。次です。まあ、木ですね。これはなんかあの、セリアさんとかのおもちゃに入ってるやつかな。はい。次です。えブラキオサウルスですね。はい。こんな感じでぐるっと回すと、こんな感じですね。 はい、まあなんかあのー、この中だと割といい方かなはいただまあ足がちょっと細いですねはいちょっと顔のアップを見せておきましょうか、はい、まあブラキオサウルスとわ分かる程度のちゃんと頭はねこう盛り上がっている感じは再現できているんじゃないかなと思いますはいえー、まあなんかなあのー、うん特に言うことはないですけど まあ色合いがですね、水色、あのー、に、えー、っとこう紫っぽいピンクで塗られてて、なんとなくあのモンスターズインクのサリーを思い出しますね。あのー、目玉じゃない方ですね。あのでかい方ですね。はい。こんな感じです、はい。そして、岩ですね。これはなんかあのセリアさんのあれの恐竜セットに入ってたやつと一緒ですね。はい。そして、 えー、卵ですねこれもなんか入ってたやつと似てるかな、はい、えー、ディロフォサウルスですねだから、ね、ディロフォサウルスって原産地が確か中国とアメリカでそれもあってか結構その中国系のおもちゃだと入ってる場合が多いんですよねでやっぱりその日本のトイザラスとか うん。まあ、百均とかで売られているおもちゃでも、ディロフォサウルスって入ってることが多いんですよ。はい。まあ、こんな感じですね。えっ、ー、と、ゴジラ立ちなんですが、まあ、ディロフォサウルスにしたら結構、うん、なんか、もろ肉食恐竜って感じの、その小型っぽい見た目はしてないですね。で、なんか、顔をよく見るとね、こことここになぜか、さらになんかトサカが生えてて、 でここの部分にねなんかこう喉仏みたいなのが結構あってなんかこれすごい謎ですねまああのジュラシック・パークのね影響もあってなんかあのアメリカとかで売られてるチープトイとか、えー、と恐竜のシューティングゲームとかで結構その襟巻きが生えたね、えー、とディルホサウルスっていうのが、あのーまあ、商品化されたり登場したりとか、まあ、ジュラシック・パーク 名義じゃなくても出てることが多いんですけどまたそれとも違うような何とも言えない見た目をしてますねはいこんな感じですはい色がですねピンク色ですねはいで指が3本かなはいで上の部分がですねえー、っと緑色といえばいいですかねはいこんな感じですはい次ですね えー、パラサウロロスになります。はい。まあ、これもよく入ってるやつですよね。パラサウロロス自体は。はい。まあ、そうだな。こんな感じになってますね。色はですね、濃い赤色みたいな感じですかね。口紅っぽい色のプラスチックですね。はい。なんかね、全体的にこのシリーズの恐竜は、なんか手と足が小さい印象を受けますね。はいでまあしっ そうじゃない。あの、カラーリングがですね、なんかここになんかスプレーか何かでシュッてしたような感じの銀色が塗られてて、まあなんか、うんって感じですね。はい、あの足がね、ちゃんと地面についてないですけど、一応自立はします。はい。そして最後が、えー、ティラノサウルスレックスですね。はい。 こんな感じになってますねえー、まあこれはね見たことあるやつですねはいちょっと後で出すんですけどえー、っと色合いがですね結構この中だと良さげかな普通の黄緑色単色で塗られてる感じでちょっとここに青色の塗装がある感じですねなんかこれうんこれが一番いいかなはいこんな感じになります えー、ちょっとね、これに関しては、えー、っと、セリアさんと、ワッツウィズさんでね、売られてる、恐竜ワールドジュニアのね、ティラノサウルスと比較したいんですけど、こういう感じになりますね。まあ、そうですね、大きさはね、やっぱりこっちの方が大きいかな、大きくて、顔はね、なんかね、ちょっとなんか違うような気もしますけど、 多分なんか縮小していく段階で変わったのかもしれないですね。はい。だかシワとかも大体一緒なので、まあ同じ型を流用したんじゃないかなと思います。はい。まあ、許可を取ってるかどうかはよくわからないですけど。まあ、許,、ね、許可があるかわかんないけど、そもそも。そんな感じですね。 とりあえずですね、えー、こんな感じなんですが、まあ、日本のね、メーカーさんで売られているものと大きさ比較をね、していこうかなと思います。えー、まずですね、小さめのからいきましょうか。えーっと、こちらですね、えー、セリアさんで売られているミニ恐竜セットかな。それの、えーっと、卵に入ってるやつですね。のトリケラトプス。 そして、UFO キャッチャーとかに入ってるパラサウロスですね。こう締めると結構大きく感じますよね。で、やっぱりね、日本のメーカーさんのもう代表といえばこれですよ。えっ、ー、と、アニアアニマルアドベンチャーのカルノタウルスですね。はい。これよりもね、若干大きいかなって感じはするんじゃないでしょうか。はい。そして、 えっと、そうですね。100円ショップものでちょっともう一回比較をすると、ちょっこっちに移動してもらいましょうか。こちらですね。えっ、ー、と、恐竜ワールドジュニアのティラノサウルス。はい。そして、えっ、ー、と、こちらがですね、えっ、ー、と、ジラキの恐竜王国のティラノサウルス。はい。ちなみにこれね、あの、僕が見た、あのー、サイトでも売ってましたね。 めっちゃ安かったですけど、多分送料で結構取られますね、この大きさだと。はい。ちょっとティラノサウルスなんで、ティラノサウルスと一緒に比較しておきましょうか。はい。えー、これがね、えっと、これの、えっと、ジラキの恐竜王国のちょっと前に出てた、えっと、リアルスティックダイナソーの、これですね、リアル恐竜のティラノサウルスですね。 こうしてみるとですね、まあ、あのー、さっきのこの小さめの恐竜と比べると大きいんですけど、まあ、ここら辺のその100均の恐竜よりかは、ちょっとね、小さいかなっていうね、そういう感じですね。はい。えー、っとですね、そんな感じになりますね。ちょっと、一時撤退してもらおう。 はい、えー、ちょっとねジョーラマ風に並べましょうかあ装飾肉食揃ってるんでど,どうですかねこんな感じかな毎回この装飾肉食いる時はなんか配置がよくわからないですよねだからか6体わかる程度に並べたいですけど こんな感じかな。はい。えー、はい、えー。そんな感じでしょうか。ちょっとね、このパッケージ外しましょうか。じゃあ、外して、ここに置くと、はい、まあ、こういう感じですね。はい。えー、というわけでですね、今回はこちらの 多分人生って読むんでしょうね。人生の恐竜世界というね、恐竜のプレイセットを紹介していきました。えっ、ー、と、全体的な感想としてはね、やっぱりそんなクオリティが良くないですね。えっ、ー、と、なんかプラスチックの材質もあんまり良くない感じはするし、なんかね、このティルノサウルスがあんまり良くなかった印象を受けますね。はい。で、さらになんかあのー、造形もね、なんか、いまいちというか、 これはなんかそのさっきのね恐竜ワールドジュニアから持ってきたやつなんでまあいいんですけど、まあ、他のやつはね、まあ、そんなに良くないかななんかこう何て言えばいいんですかねなんかちょっとこう一昔古いというか古い上になんかあまり特徴を捉えてないようなものが多かったので、うん、まあちょっとどうかなっていう感じは正直しましたねはい。 まあ、10点中ね、まあね、プレイバリューはいいんですよ。あの、この木とか石とかね、卵がついてて、で、かつまあ、恐竜もね、装飾、肉食、ある程度網羅してるので、そこはいいんですよ。うん。だから、とティラノ、トリケラ、ステコ、ブラキオっていう、まあ、この、まあね、大体恐竜のおもちゃに入ってそうなやつは網羅してるんで、そこはいいんですけど、ただまあ、うーん、ちょっと、 とね、なんかあんまり良くなかったなっていう気はします。はい。なので、まあ、10点中、4.5ぐらいかな。はい、えー。そういう感じでしたね。はい。まあ、そんなにおすすめはしないですね。はい。えー、まあこれ買うなら、あの、恐竜ワールドジュニアを、あの、シェリアさんかワーツさんに、まあ、自転車乗って行って買うことをおすすめしますね。はい。えー、という感じでした。はい。まあ、僕のチャンネルではね、 ええー、ますはい、えー、まああのー、12月はねちょっと更新頑張ろうかなと思ってましてまあいろいろこういう感じのおもちゃとかも紹介していく予定ですでえー、まあ今ね登録者が2700人か800人ぐらいだと思うんですけど今月中にね3000人いければいいなというふうに思ってますねはい えー、そんな感じでしょうか。えっ、ー、と、まあ、恐竜好きな方とかね、恐竜好きなお子さんのいらっしゃる保護者の方とか、まあ、子供の頃恐竜好きだったなーとか、なんか、なんとなく思い出してね、また、なんかこう、おもちゃとか集めようとかね、思ってる方とか、えー、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、えー、そんな感じですかね。 えっと、もうすぐしたらね、多分サブチャンネルじゃない、サブチャンネルか。まあなんか再生リストとかのリンクが多分上がってると思うので、そこからなんかいろいろ恐竜のね、動画とか、えー、ちょっとサブチャンネルもやってるんですよね。あのー、うん。まあちょっと更新してないですけど、あのー、近々ちょっといろいろやろうかなと思ってるので、えー、そこからぜひ、まあチェックしてみてください。はい、えー。今日はそういう感じでした。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。